千葉中央、ツインビル、千葉市文化センター、千葉市文化センターは、千葉県千葉市中央区にある、千葉中央、ツインビル2号館の中層外部に所在する、文化センター。多目的ホールのアートホールをはじめ、音楽関係のスタジオ、リハーサル室や、水や施設を備えた和室や、展示施設などを完備している。千葉中央、ツインビル2号館の3階にアートホール、5階に、 市民サロンセミナー室、第1リハーサル室、6階に、第2リハーサル室、スタジオ、和室、9階に会議室が入る。指定管理者として、公益財団法人千葉市文化振興財団が管理している。アートホールでは、コンサートや演劇、落語、講演会など様々なイベントが行われている。講演の内容によっては、施設の窓口でチケット販売されることもあり。 窓口で購入する場合は、座席の指定ができることがある。アートホール市民サロン作品展示など幅広く、使用できる多目的スペースとなっている。セミナー室講習会、研修会、講演会等リハーサル室、第1リハーサル室は主に、日本舞踊、邦楽の練習に適しており、第2リハーサル室は、バレエ、エアロビクスダンス及び演劇等の練習に、使用されている。 スタジオ第1スタジオは主に60人程度のオーケストラ練習やピアノの発表会に適しており、第2スタジオは、小編成の音楽バンド等の練習に使用されている。和室水や施設を備えた茶、茶道、稼働等の練習に使用されている。会議室11から5の会議室があり、主に会議、研修会等で使用されている。2から4の会議室は、可動式間仕切りがあり、 最大120人収容の会議室としても使用可能である。ありがとうございます。